おい、バンタム来たよ。なんかそれっぽいおっさんいるけど。あの、すいません、この女性についてご存知ないですか？お、ハチやアスカじゃねえか。ん？え、ご存知なんですか？ああ、俺は記者やっててな、あんたもハメ太郎のこと取材してんの。まあそんなところです。情報がなくて困ってたところで。そいつは奇遇だね。俺は平沼、俺もハメ太郎について調べてたところなんだ。ハメ太郎って矢上です。平沼さん、何か新しいネタは普通教えてくれないじゃん。いやー、さっぱりだよ。女のユッターのアカウントを掴んだのはいいんだが、意外に慎重な性格らしくてね、事件のことは何もつぶやいてなくてさ。ユッターか。もしかしたら女の居場所を掴む手がかりにな、手がかりがあるかもな。あの、いつものか。そのアカウント教えてもらっていいですか？ん？いいけど、ただではやれんな。じゃあ、いくら？交換条件。あんたがいい情報を掴んだらそれを教えてくれればいい。え？そんなのでいいのか。共同戦線ってやつだ。俺ら持ちつ持たれつの業界じゃん。俺のこと記者だと勘違いするみたいだな。じゃあ女のアカウントと俺の連絡先教えとくわ。これはでもいつものあいつに頼る感じかな。あんたも何か掴んだら頼むぜ。ああ。まあ別にこの人はね、八神くんは記事にしたいわけじゃないからな。ふん。ギャラクシー侍2やるの初めて知った。見たーい。カムロ町のドンキで買い物わず。この匂いラーメン食べたーい。あの事件があった後とは思えないな。自分の行動をいちいちつぶやいてるのか。最後のつぶやきはついさっきだな。ここから居場所を特定できないか。ドンキじゃなかった今の。ドンキに行けばいいのかな。待って、違うな。ドンキに来たんだけど、20分前にドンキホーテで買い物、10分前に映画の CM、ラーメン店の近く、8分前に風俗店近辺、5分前に牛丼屋、1分前にオニオンリングを食べて。1分前にオニオンリング、オニオンリングって考えると映画のなんか広告、ここら辺かな。ここの2つがさ、ここら辺の2つが確かなんだっけ、あれ映画の広告じゃない、あの目の前のやつ。全然映画じゃないけど、あれを見、あの CM を見たみたいな感じなのかな。あそこなんかオニオンリングとかあったはずなんですよ。2階だってするかな。あいつ、ん、あの女がいるのはここか。それっぽいやつはいるかな。若い女が3人いる。ハチヤって女の特徴は、女の顔をよく観察して話しかけてみるか。絶対こいつでしょ。これは、はい、あ、垂れ目じゃない。特徴が一致しない。あ、こいつが変装してんのか。あー、違う。普通にあれか、こいつか。これはなんか見た目が違うけどな。あるある、金髪じゃない。あれ違うのか。あいつが変装してるってことはない。おかしい。どの女も特徴が完全に一致しない。メガネの女は明らかに特徴と異なるのが、ん、あの金髪の女出ていくようだが、泣きぼくろの女が残っている。金髪の女は追いかけた方がいい。泣きぼくろの女が髪の毛がウィッグっていうことなんじゃないかな。いや、これは金髪の女は垂れ目じゃないというか、残っている泣きぼくろの女、金髪以外は特徴が一致する。髪の毛ならウィッグで道理でも変えられる。この3人の中ではあの女がハチヤである可能性が高い。もしもし、コウ君、ほらあいつでしょ。今、ベッテキッチン。コウ君、男か。え、そうなの？会いたい会いたい。え？やだな、今日はいつも通りだよ。え、金髪がいいって？よし。弁護。やっぱ金髪はビッグか。わかった。すぐに向かうね。尾行入るな、これ。出てってねえじゃねえか。あの女、彼氏のとこに行くつもりか。てか、彼氏がいるのに、
日向さんと寝たのかよ。日向さんをはめたかどうか確証はないが、ろくな女ではないことは確かだ。やはりあの女、もう少し探ってみる必要がありそうだな。つけてみるか。いや、絶対あいつが最終的にね、芸人仲間が出てくるんですよ、これ。よし、来たー。長かった。もう完全にホテル街の方に行きましたね。いや、間違いなくあいつが出てくる。あいつが犯人以外出てこない。あいつの名前がね、芸人仲間の名前が出てくる意味がわかる。ほら!絶対あいつじゃん!これは証拠になるし、逆にね、これは。なんか読んでる。ん?あの男もしかして。ほら、こたつさんだよ。どうしてあの男と?一応話の内容録音しておくか。ドローンかな?あ。ねえ。どう?あのハメ太郎くん、結構騒ぎになってたみたいだけど。ああ、だいぶへこんでたで。事務所でも今、首を検討しとるらしいわ。これでこたつくんの邪魔者も消えるね。おう。せやな、あいつ最近調子乗ってたし、ざまあ見ろってんだ。それにしてもバカなやつやな、まんまと引っかかってからに。人の女だってことも知らずに、思い出しただけで笑えるで、あいつ。これ自分の女を差し出すってだけでもこいつ最低だもんな。ね、こうやってこのアスカって女もね、自分を愛されてないって気づけよな。あー。あー。なるほどね。そういうことか。ダメ押しだ。写真も押さえておくか。ここから2時間ぐらい待つんだな。キムタク。はい、パシャ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 。よう。やー、二人とも。お疲れさんだな。おいおい。あ?てめえの女使ってハニートラップとはなかなか腐った男だね、あんたも。誰やねん、お前。さっきの会話、日向さんをはめた話、バッチリ録音させてもらったよ。それと、お前が未成年とよろしくやってきた後の写真もな。は?こいつを雑誌に売ったら高く売れるだろうな。俺としてはあんたのやったこと、素直に吐いちまうことをおすすめするよ。てめえ、ふざけやがって、ぶっ殺すで。あー。やめといた方がいいと思うけど、俺は高校で空手習ってたんや。舐めとったら痛い目見るで。負け台詞がすごいな。あーもう仕方ないな。まあ、こういうやつはもう決まってるんすよね。天のイカズチが振るって。うえーい。ちょっとイカズチ打たれるの待つもん。絶対こういうやつら。ほら一番いいやられ方したな、こいつ。ふぅ。稲田さんは遊びじゃねえ。本気だったんだ。それを裏切られた痛みはそんなもんじゃねえぞ。おいおい、もう伸びちまったのかよ。情けねえな。あんた、何なのよ。さて、本当のことを話してもらおうか。は?この状況じゃ正直に話した方が得策だと思うけど、話さないなら共犯者として扱うよ。こたつに頼まれたのよ。よく見たら全然可愛くねえな。そいつに?最近、ひなた最近人気が出て、こたつすごく嫉妬してて、それであいつをはめて一儲けしないかって。そう、持ちかけられたの。金に目がくらんで他の男と寝たってわけか。で、いくらもらったんだ?週刊誌、週刊誌の編集部からもらったのと、ひなたからもらったのは結構もらったな。500万。まあ、未成年からしたら途方もない金額だわさ。私、未成年じゃないけど。え?マジで?じゃあいくつなの ?22 歳。本当なんだ。なんだ、未成年ってのは嘘か。週刊誌はどうやって騙したんだ?記者には妹の学生証を見せたの。妹のふりをして。雑誌なら未成年の本名、載せないでしょ。賢いな。なるほどね。だが妹にはいい迷惑だな。やってもない男と寝たことになってて。名前出てないなし、問題ないでしょ。なあ、八谷さん。その話、週刊誌にしてくれないか。え?でも、日暮れに脅されて仕方なくやったって言えばいい。両親の呵責に苛まれて告白する気になったと。でも、こたつのこと裏切ることになるし。そうすりゃまた週刊誌から取材料たんまり取れるぜ。言う!この女も大概だな。だいぶ大概だよ。よかったな。はめられた女にはめられたけどなんとかなったな。もしもし。あ、平沼さん、さっきはどうも。おう、どうした?何か掴んだのかい?
とっておきの特ダネがあるんだ。例の日向さんの事件でね。あ、こいつに言うんだ。世間とマスコミをひっくり返すとっておきのネタさ。証拠もある。証言者もいる。興味ないかい？ね、ツイッターを教えただけでこいつ王族だろうな。じゃあまとめると、日暮れに脅されて日向をはめたってことにすればいいんですね。うん、そう。おい、よあんた、八神さん、いいのかい、こんないいネタを。あ、いいんですよ。だって俺記者じゃないし。え？俺この町で探偵をやってる八神って言います。なんか騙したみたいになってすいません。なんだよ、早く言ってくれよ。そっか、探偵さんか。面白いね。いい記事書いてくださいよ。あ、任せとけ。それじゃあオフィスに戻るわ。結構いいネタになりそうだなこれ。八神さん、またなんかネタあったら回してくれ。俺も情報あったら回すからよ。え、持ちつ持たれつですね。あ、じゃあな。こういう探偵はこういう人と知り合いなことはかなり重要になりそうだけどね。いや、よかったね、このハメ太郎くんね。ハメ太郎くん、これ逆に、これがね、これをネタになってね、なんか、法律相談所とかにね、呼ばれたりするかもしんないよね。人気者になれるかも。いやー、スカッとしました。あのこたつの緊急記者会見。無期限の活動休止だそうですね。ええ、みっともなく泣きじゃくって。あいつ、キレ芸人なのに。ありがとうございました。やべさん、おかげで芸能界に復帰できそうです。お前、こんな感じなのかよ。ありがとうございました。おめでとうございます。これもすべて八神さんのおかげです。本当にありがとうございました。いえ、仕事ですから。そうだ、八神さん。今度一緒に飲みにでも行きましょうよ。ええ。いいですよ。でも、男同士で飲むのもあれなんで、知り合いの女の子、呼んでもいいですか？いやー、勘弁してくださいよ。冗談ですよ。いいな、このギャグいいな。ハニートラップクリア、15万円。最近ちょっとお金減ってたからね。さて、待ち合わせ場所のテンダーにやってきました。沙織さんがいるはずだけど、あ、奥にいる。あ、いいね。一日でよく仲良くなれたなね。この見た目、沙織さんとは思えない美貌ですね、これ。まあ、沙織さんもともと可愛いんだろうけどね。沙織さん、お待ちしてました。こちらは美香さんです。冷静沈着。少しいいかな。どうも。たった一日でね、よく仲良くなれたもんだな。普通に考えたらキャバ嬢同士ライバルですから、普通心をね、ちょっとは閉ざしてるはずなんだけど。半年前に、美香さんがついた客、この男で間違いない。インター副長みたいな。そう。ああ。橋木と翔野のことはもう確認しました。美香さんが二人のテーブルについていたのは間違いないです。はい、その人、こいつ、翔野さんでしょ？こいつら二人でキャバクラに来たと。二人の様子はどんなだった？まあ、パッと見は、よくいるサラリーマンの上司と部下って感じ？橋木さんが上司の悪口言って、それを翔野さんが愛想笑いで聞いてて。例えば、どんな悪口？全部、木戸さんって人の悪口。センター長。知ってる？アドデックナインって。認知症の新薬。え？ああ、知ってるよ。ちょっと前までテレビでもすっごくやってたもんね。木戸さんはそのアドデックナインを開発してる一番偉い人だって。悪口言ってたんだな。橋木たちはその木戸さんを悪く言ってたんだね。うん、木戸さんはさ、アドデックナインで儲けたいって人たちから接待とかお金も受け取ってるんだって。うん、裏社会ともつながってるとか橋木さんはそう言ってたよ。裏社会？木戸さんがヤクザなんかと繋がってるとか？詳しくはわかんない。でも、新薬の利権っていうの？とにかく、いろいろ美味しい話ちらつかせて、だいぶ悪毒やってるんだって。なるほどね。うんうん。木戸もそういうことやってたってこと？確か、関西協力会があの組織を欲しがってるんだよね。それでまあお金受け取ったりとかしてたけど、まあ、結局あのアドテックナインが作られたからその話はダメになったはずなんだけど、だから大臣と、今死んでしまったその副センター長を抱き込んでたけど、そいつ自身も木戸自身も
暴力団っていうかね、ヤクザとの関わりがあるってことか。アシキのことよく覚えてるね。半年も前のことよく覚えてるね。だってハシキさん、店出た後誰かに殴られて死んじゃったでしょ。マジびっくりしたもん。まあ、印象に残るわな。それに私、アドデックナインのことはもともと知ってたんだ。なんで？うちもおばあちゃんがアルツハイマーだからさ。興味ある話だったんだ。アドデックナイン、本当に早くできたらいいのになって。だからハシキさんたちの会話をよく覚えてたの。うん。なのに木戸さんが実は悪どいとか聞かされてさ、がっかりやな。気持ちになっちゃうよね。そっか。でもその木戸はアドテックナインを開発に成功したと言ってはいるよね。俺多分できてないんじゃないかってちょっと思ってるけどね。でまあ木戸の悪口言われていた生野、まあ、一緒に話をしていた生野はどんな様子だったのか。事件のあった夜、生野の方は店でどんな様子だった。あの人は私のおっぱいばっか見てた。最低。ハシキさんは必死に木戸さんの悪口言ってたけど。ほうほう、じゃありません。なんか私に気づかれないようにチラチラ見てて、それがかえってキモかった。つまり生野はハシキの話には興味なさそうだった。おっぱいにしか興味がなさそうだったと、うん、なるほど。愚痴っぽい上司にむっつりスケベの部下か。あー、むっつりスケベとかよくないよ。よくないね。しばらくしたらハシキさんがこう言ったの。アドデックナインにはなんかでかい問題が隠されてるだろうって。ほう。でかい問題って、なんて言ってたっけな。アドテックナインやっぱないんだ。でっち上げとか。データの捏造、薬の効果のでっち上げ。そう、それドラマみたいになってきたよ。アドデックナインってそれくらいできすぎたものなんだって。だからそんなのが急に出るなんておかしいって言ってた。ハシキがショウノと本当に話したかったのはそこだな。ええ。それでショウノはなんて。ただ何もありませんって言ってたよ。うん。でもね、そしたらハシキさん絶対何かあるはずだって怒り出しちゃって、なんか必死すぎてみんなドン引きって感じ。なるほど。ハシキは必死だったはずだよ。関西協力会から金ねもらわれてるね。梶平の会長相手にセンターを潰せると豪語してたんだからな。ふーん、なるほどなるほど。梶平グループとまあつながりがあるから、まあ、必死だったと。でアドテックナインがなんか絶対できるはずないのに、まあ、10の効果上げなきゃいけなかったとしたら、3の効果しか上がってないのに、次の日にはもう10の効果できましたって、いやいや早すぎませんみたいな、5、6と、どんどん積み重ねていくもんでしょうみたいな感じで、まあ、疑ってたと。まあ、それを聞いてたけど、それを聞き出したかったけど、あいつはおっぱいを見ていたと。むっつりだったと。梶平って名前は出なかった。梶平？関西で大手のゼネコン。ハシキはその梶平のスパイで。おお、結構言うね。潰そうとしてた。潰すって、でもハシキさんって副所長とかセンターの偉い人でしょ。ああ、なのに金で梶平に抱き込まれてたんだ。でも梶平って名前は聞き覚えないな。まあ、ショーノもいるしね、あんま名前は出さないようにしてんのかもね。今夜は疲れてるとこありがとう。もういいの？ああ、助かったよ。気をつけて帰って。ありがとうございます。沙織さん、明日はお店何時に出勤？出んのかな。ごめん、私今日で辞めるんだ。え？一晩だけだったけど、いつもと違う自分になれたし楽しかった。もうずっと働いてほしいぐらいだけどな。沙織さん超綺麗だし、これからいろいろ教えてもらえると思ったのに。私が教えられることなんて。でも他に力になれることはあるかも。友達としてね。私弁護士です。弁護士だったの？何かトラブルが起きた時連絡して。ふん。へえ、弁護士の友達なんて超かっこいい。いい子だな。利用されてたのにね。またね。半分以上は利用されてたのに。ご苦労様。
おかげで助かった。いえ。事務所まで送るよ。星野くんたちと集まった手がかりの整理もしたい。ですね。星野くん、この姿見たらもうね、今晩眠れませんよ。あれ、カイトさん。星野くんは？あ、いるいるいる。テンション爆上げだよ。お帰りなさい。やっぱり綺麗だ、沙織さん。星野くん、キモいです。沙織くん、これからずっとその格好でもいいの？あ、本当その格好でいいんですよ。まともな客が来なくなりますよ。着替えます。いいね。めっちゃいいのに。それ、毎日日替わりで髪型とか変えたりしてよ。創薬センター副所長の橋木は、残念、計画的に殺された。梶平の会長が睨んだ通りで、その可能性はかなり高い。めっちゃ戻ったな。それがお前と沙織君で出した。髪の毛の色どうした？ねえ、橋木はアドテック内の論文にデータの捏造というような問題があると疑ってたようです。まあそうなんだろうな。そして殺される直前までそれを必死に嗅ぎ回っていた。で、実際何か論文に問題あったのか？僕一応その論文見たんですけど、ちんぷんかんぷんでした。まあそうだな。今詳しい人を探してます。ただ論文に問題があるって話はネットでも聞かないですね。それでも橋木はそれこそ重箱の隅つつくように嗅ぎ回ってた。そこでもし何か問題が見つかれば、今頃創薬センターは閉鎖されてたかも。じゃあその何かを隠すために橋木は殺された？いや、論文一つ守るために。いや、殺人まで起きるか。バックがすごいでかいからな。起きるんじゃないですか。アドデックナインの論文発表以来、何百億って予算が創薬センターや厚労省に回っているそうです。そんな大金が動くとしたら、人一人死んでもおかしくないです。問題は誰が橋木を殺したかです。犯人は橋木を即死させずに死ぬよう仕向けた。相当の腕利きってことになる。つまり直接手を下したのはプロの殺し屋だった可能性が高い。例の黒いレインコートの男だよ。結構背高いよな。それが殺し屋なら雇った黒幕がいるはずです。ああ、そいつはアドデックナインや創薬センターを守りたい誰かだ。誰かって誰だ？俺なんかには想像もつかないよ。が、そういえばセンター長の木戸はアドデックナインの将来性を餌に悪毒稼いでいたらしい。おまけに裏社会とつながりがあるって話まで出てきた。八神さんはめちゃくちゃ軌道を疑ってますね。ふん、叩けば誇りは出るはずだ。もしかしたら新谷も変に創薬センターへ近づこうとして、それで軌道に殺されたってのか？それだったら、その可能性も考えられます。ただそこまで仮説を固める前に、俺はもっと軌道を探りたい。でもこの間の様子だと僕らもう木戸に近づけませんよ。相手はそれこそ時の人ですし。ああ、だから、お、俺らで無理なら代わりに検察に動いてもらえばいい。調べてもらうってこと？試験に頂戴した泉田検事と会うことになってるんでね。泉田検事ってついこの間八神さんを逮捕しようとしてたんじゃ。今もそうだよ。明日もその件で呼び出されたんだ。じゃあ検察が俺らに都合よく動くわけねえだろうが。話の持っていき方次第ですよ。ある程度それでなんかリークするってことかな。検察を味方にできれば俺への疑いも晴れるし、万事解決です。一体どうするつもりなんだろう。どうするんだろう。でもなんか大体わかりましたね。あの、センターについての闇みたいな。多分ね、副センター長は、副センター長は、梶平グループと関西協力会と手を組んでて潰そうとしていた。逆に、センター長自体、木戸か。木戸自体は、
どこかのヤクザグループ、ね、極道と関わってたから、まあ、そうなってくると、ピエール滝とかがいる登場会、そっちは登場会側と繋がっていたっていうことなんじゃないかな。ケンジと話すのはいいですけど、そのまま逮捕されるなんてなしですからね。泉田ケンジはこっちのこと嫌いだからね。こいちゃなんだがよ、なんかこう久々に血が湧き立つような感じだな。事件がどんどん繋がってきやがる。もう少し若けりゃ俺もガンガン行くとこだぜ。いや、かっこいいな。この人だけは死なないでほしいよな。よ、いろいろ見えてきた気がするね。かっこいい話し方。やっぱ沙織さんに活躍してもらった甲斐があったろ。ありましたね。沙織さんかっこよかったな。今夜はいろいろお疲れ様でした。そちらこそ。八神さんはゆっくり休んでください。見てないのにもう書類作ってるな。じゃあちょっと休みますか。さて、探偵事務所に帰ってきた途中でこいつのこと忘れてたね。カムゴでね、八神さん溜まったんだよね、あの寒波が、クラウド寒波が。おう、調子はどう。はい、2回目の寒波も無事に終わりまして、あれ見てください。ちょっと当たったのか、3回目とかあんのかな。あー、ちょっと高くなった。松本損保の後ろにあるあのビル、20万の寒波でこんな立つ。おー、だいぶ立ってきたな。これも全部知恵を授けてくださった八神さんのおかげです。いやー、寒波してくれた人のおかげだろう。なんかその寒波の対する返礼金みたいなのはちゃんと渡すんだぞ。そうだ、八神さん、あのビルを背景に写真1枚どうですか。いや別にいいです、全然そのビル興味ないんで。だって自分が出資してビルが建つなんてなかなかないですよ。まあ確かに。ほら1枚ね。ああー、全然興味ない、全然嬉しくない、別にそんなの。あいつと一緒に撮るんじゃないだろうな。あ、クラウド寒波で建てたビル、映らないな、あんまり。これでいいの？これが何なの？これしたらフレンドになるみたいな感じなんすかね？何のイベントだ、これ。いい感じで撮れてますね。よかったらシェアしてくださいね。なんだ、この距離感は。ああ。よし、この調子でどんどん行くぞ！ま、50階にまでまだまだかかりそうだけど、頑張って。なんで家って言ったんだよ。はい、頑張ります。八神さん、本当にありがとうございました。あ、これはこれでもうこのイベント終わりなんだ。立つかどうかわかんないけど、みたいな。いつかビルが完成したら、八神さんも遊びに来てくださいね。そんなのいつの話だよ。ふっ、まあ、期待せずに待ってるよ。実現できるように頑張ります。よし、社に戻ってもっと寒波を募る作戦を考えよう。八神さん、またどこから会いましょう。それじゃあ。いなくなっちゃうのか。初めて会った時に比べりゃ、あいつ、だいぶ前向きになったな。あんなビルを建つさ、お金の目処が立たない。なんかお金のさ、間違いでさ、あのビル建つお金丸々なかったって。仕事ができないにも、程があるでしょ。数百億の計算間違いをしていたってことだもんね。いやでも、フレンドも30人にようやく近づいてきました。じゃあちょっと一旦寝まーす。こんなとこで寝てんのか。よく起きれるな。あ、やべ。あ、やべ。ああ、そこにいる。怖っ。黒岩に伝言頼まれてよ。これから東京地検に行ってくれ。泉田健二がお前をお待ちかねだ。なんでわざわざここに来るんだ。電話で済ませりゃよかったろ。虫の知らせってやつが来てな。ほう。お前がもしこのまま逮捕されたら、その後も見納めだと思ってよ。ガチ逮捕されんのかな。演技でもない。まあ、もし逮捕されてもあんたから情報を買ってたとか言わないよ。それが心配できたんだろ。ああ、もし言ったら無所に殺し屋を送り込んでやる。怖い怖い。あんたにそんな力はないよ。黒岩にいいようにされてるもんな。ありゃ世を忍ぶ仮の姿だ。黒岩がいない今なら答えてもらえるのかな。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかってんだ。うん。警察はどんな証拠握ってる。もう
ここで死体が出たからといってな。まさか知らないってことないだろう。いや、本当に俺も知らねえんだ。今回黒岩は側近以外の刑事に全然情報を下ろしてこない。何なんだろうな。そっか。すぐに地検に出頭しろよ。あいにくお車代は出ねえけどな。分かってる。第7章もラストに近づいてる感じがするなぁ。何なんだろうね。まあ、キムタクのことを、ヤガミくんのことを、ものすごく、めっちゃ嫌ってるはずだけどね。もう、黒岩も、ね、あの、ケンジさんもさ、依頼は？依頼はそんな増えてないなぁ。じゃあまた、とりあえずタクシーに乗って行っちゃいますか、東京地検。お、東京地検、着いたのかな？あ、これは。真冬ちゃんか。お待ちしてました、八神さん。わざわざお出迎えか。私の顔見せて、八神くんを油断させたいんだって。泉田健二が。あいつ相変わらずだな、そういう小細工が好きなとこ。八神くんは今日、なんて言われてここに来たの？逮捕するぞって言われたんだよ。泉田健二が俺と話したがってんだろ？話によっちゃ俺に逮捕状を出すつもりとか。どうかな。そんな気楽な感じじゃないと思うよ。絶対に逮捕してやるみたいな。じゃあどんな感じ？例えば、集団リンチでも始めるみたいな。怖っ。おい、ちょっと。頑張ってね。失礼します。八神さんをお連れしました。ご苦労さん。わー、最強の弁護士軍団みたいな。どうぞ。真冬ちゃんが昔好きだった男。怖いなぁ。やってないことも自白しちゃいそう。集団リンチか。あんた方はみんな賢治さん？八神先生、黒岩刑事から聞いていると思いますが、新谷弁護士が殺害された件でお呼びしました。俺やってねえよ。ただしこれは非公式な場です。まあお互い知らない仲じゃないですし、軽く雑談するつもりで。怖っ。軽い雑談ね。でも俺はあんたが望むような話はできないよ。例えば俺が新谷を殺しましたとか、そういう話は特に。そもそも立証責任っていうのは検察にある。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかっているのか、まずその根拠を聞かせてくれるかな。うん。新谷先生が亡くなった夜、あなたは何をしていましたか？八神先生。いろいろやってたと思うけど。質問で返すのか。ずいぶん横暴なんじゃ。あなたに事件当時のアリバイはあるんですか？いや、うろつき回ってたからあるんじゃない？教令会のヤクザたちが詰めてる KJ アートって会社がある。事件の晩はその近くで若頭の塩屋たちと会ってた。あのタイミングか。俺のアリバイは連中に聞けば確認できるはずだ。ではあなたの事務所から新谷弁護士の死体が出てきたのはなぜですか？俺に聞かれたってわからないよ。犯人を見つけてそいつに聞いてくれ。だからあなたに聞いてるんですよ。動機なんてないじゃん。クソ。結局こっちの言い分を聞く気は最初からないってことか。ちょっといいかな。お、検事生。森田検事生、お願いします。八神さん、あなたは、新谷弁護士のスマホから発信履歴を盗み見しましたね。センターに行ったんそれで。新谷さんは亡くなる前、創薬センターに電話をかけていらした。そのことを知ったあなたは間もなく、センターに押しかけて、木戸さんや庄野さんを問い詰めている。なぜそんなことを？新谷がなんで殺されたのか。仲間だからね。自分なりに調べようと思ったからです。それは警察の仕事ですよね。検察や警察には任せておけませんよ。よくトンチンカンな犯人を捕まえてますからね。まさに、今の俺みたいの。言ってやった。なるほど。では犯人は別にいると？あなたはそれを
この場で説明できますか？その説明責任はお前らにあるんじゃないの？これは。どれがいいだな。犯罪の立証は検察の仕事だ。やってみますよ。俺はそのために来たんです。どれだったらかっこいいだろうな。いやいや、これでしょ。お前らの責任だから。これはもう法で決まってること。さっき言ってたね。刑事事件の立証は検察の仕事です。うん。俺に犯人の説明させるのは、お門違いじゃありません？固いこと言わないでください。ここは法廷じゃないんですから。ぜひ、八神さんのご考説を賜りたい。ん？お願いしますってことですか？言うねえ。お願いします。お！じゃあ、やってみますよ。え、やるの？誰が犯人なんかな？これ分かってないけど。よし！こっちとしてもいい機会だな。検察が新谷の事件をどう見ているか確かめられる。俺は新谷が殺された背景には大きな前提があると考えてます。はい。ご存知の通り、まず1年前にアドデック9という新薬の論文が発表されました。アルツハイマーを治せるとして非常に期待されている。ところがそれを開発する創薬センターの関係者が半年前、うん、ある事件で殺されたことはあまり知られていない。副センター長。センターの関係者が殺された？誰だ？これは橋木。センターナース。寺沢ちゃんはもうだいぶ前に死んだから、センター副所長の橋木。よし。創薬センター副所長の橋木徹。橋木は、神室町でたまたま行き合った相手と口論している姿が目撃され、その後、路上に倒れていた。素手で暴行を受け、病院に運ばれて3週間後に死亡。プロの仕業だな。今の犯人は見つからずじまいです。ケンジはこの事件を。私は初めて聞いた。まあ確かに大きく取り上げられた事件ではありませんでした。ところでこの橋木という男にはちょっとした裏があった。ありましたね。関西の大手ゼネコン梶平グループの会長のために動いてたんです。梶平は創薬センターを含む地域を再開発する計画を持ってましたね。強霊界のヤクザを手駒にして厚労大臣にも根回しを済ませていた。ところがアドデック9の登場で計画はご破産。うん。表に出ない大損失をかぶってしまった。その額1000億。やば。そんな梶平にアドテック9を潰してみせると豪語していたのがこの橋木です。そして橋木は神室町で暴行を受ける直前、もう一人のセンター関係者と会っていた。ショーのショーの店で橋木と飲んでいたのはアドテック9に深く関わっているこの人物です。これはショーのですね。橋木が殺される直前に会っていたセンターの関係者はこれむつりセンター研究員のおっぱいショーの幼児泉田賢治は見覚えがあるはずだ。彼は3年前にセンターで起きた事件の目撃証人だった。生前の被害者枠という老人を見たと証言していた。覚えている。ショーのって研究員だなあ。そしてアドデック9の開発ユニットリーダーでもある。この章のに橋木はアドデック9の論文には何か問題があるはずだと詰め寄っていた。うん。問題というのは本当はできてないんだよ。例えばデータの捏造や薬の効果のでっち上げ。そもそもアドデック9は創薬センターの閉鎖話が出た途端突然センター長の軌道から発表されたものです。怪しいな。橋木はそれをできすぎと考え裏をしつこく嗅ぎ回っていた。ただその動きはアドデック9に莫大な利権を見込む人たちにとって非常に目障りだったはずです。じゃあ橋木は計画的に神室町で殴り殺された？よかった。お、そう考えるのは俺だけじゃなかった。新谷、あなたもそう思ったわけですね、泉田賢治。こうなると
アドデックナインの周りには何か随分と深い闇があるんじゃないかと思いません？アドテック9についての説明はこんなとこだな。よし、こっからが本題だ。これをどう新谷の事件とつなげるかだよな。ここで新谷の話に戻ろうか。新谷も死の直前、創薬センターに電話をかけて何かしらの接触をしようとした、そのことももしかしたらアドデック9の闇に潜む誰かを刺激したかもしれない。そして橋木同様、邪魔者とみなされたっていうのはどうです？つまり俺が言いたいのは、憶測だからな、それも。アドデック9を守るために誰かが邪魔者を消している可能性があるってことです。もしそれを検察がまるで検証できていないんだとしたら、俺を逮捕する前にまだやるべきことがあるんじゃないのか。そうだ、泉だ。最後は大声で。それでも今すぐ俺を逮捕したいなら、その根拠を教えてくれ。あんたらには十分頭数が揃ってんだから。興味深い話ですね。大変興味深い。私たちが知らない情報もあった。よく調べられてますね。必要なら俺が持っている情報は全部渡します。相手は世間に支持されて今をときめくアドデックナインだ。その闇を調べるなんて一階の探偵には荷が重すぎます。泉田健二じゃなくあなたとならうまくやれるかも。でもなんかこいつも上で関わってそうだな。偉い人ってのはね、責任っていうか立場があるから、なんかもっと偉い人にね。乗るなよ、八神。お、失礼、大事な電話だ。お、誰だ。もしもし。そうですか。え、ご苦労様でした。それじゃ。え、実を言うと新谷弁護士殺害犯についてはすでにもう裁判所に逮捕状を請求していたんです。え、今の電話は無事に受理されたという報告でしてね。いや、今の話聞いてたでしょ。これだけ言っても俺を逮捕すんのか。逮捕するのはあなたじゃありません。え？ただあなたにはちょっとした役割があったんです。もちろん事件解決に向けてのね。よく聞けよ、八神。え？新谷を殺したのはな。え？誰？カムロ署の綾部だ。いや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 、絶対違うじゃん。何？死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。あ、間違い。なんか銃のね、指紋があるんだよな。奴が新谷殺しの星だ。その銃取られてたとかそういうことなんじゃないの？いや、まさかだわ。まさかの人物だわ。八神はもともと疑われてもいなかったっていうことなんですね。いやー、これはびっくりですね。だからそれは情報も降りてこないってことだな。黒岩から情報が降りてこないって言ってたけど。いや、ちょっとこれまさかまさかの展開でしたね。まあ、絶対違うとは思うんですよ。で、泉田健二自体は、なんか、ね、その、八神に恨みを抱いてるだけで、毛嫌いしてるだけで、そこまでなんかね、闇と繋がってはいなさそうな感じがするんだけど、森田健二生はね、絶対闇と繋がっている側だと思うんですよね。いろんなドラマとか、ね、ゲームとかやってきた俺だとなんかわかる。なんかあいつは怪しいっていうね、感じがするんですが、ついに、チャプター8に、入りたいと思います。次回から。何らかの、真相とかが分かればいいなと思いますが、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回、チャプター8からです。デトルトさーん。